塩川君。日本共産党の塩川哲也です。安倍総理は裁量労働制で働く労働者の労働時間の長さは一般労働者よりも短いというデータもあるという答弁を撤回をし、お詫びをしました。この答弁の元になったデータの誤りが大問題となっておりますが、そもそも裁量労働制の見直しはどういう経緯で決められたのか、その政策決定過程について正したいと思います。まず加藤厚労大臣にお尋ねをいたします。厚生労働省のホームページを見ると、労働現場のルールは現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要です。国際労働機関 ILO の諸条約においても、雇用政策について労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨が規定されるなど、多くの分野で公労使、公益、それから労働使用者三者構成の原則を取るように規定されています。そのために労働分野の法律改正等については労働政策審議会において県議法律案要項等の諮問答申を行っていますとしております。大臣に伺いますが、これが労働現場のルール作りのやり方ですね。加藤厚労大臣。ちょっと委員の質問に重なりますが、ILO における三者構成の原則は、ILO が労働者の労働条件の向上に関する問題を取り扱っていることを踏まえ、その会議や活動に政府代表のほか、直接の利害を有する労働者代表と使用者代表が参加し、三者が一体となって議論を行う趣旨と理解をしております。で、我が国においては、こうした ILO の三者構成原則ということでありますが、の趣旨や労使が参画することで、働く現場の実態や意見を十分に踏まえた議論となること、こうしたことから、労働法制の見直しなど、労働政策に関する重要事項については、公、労、使の三者で構成されております、労働政策審議会でご議論いただくことにしております。委員長。塩川君。労働現場のルールは、現場を熟知をした当事者である労使が参加をして決めることが重要だと、そのルールを決める場所が、労働政策審議会、労政審という答弁でありました。で、そこで重ねてお尋ねしますが、裁量労働制の見直しにあたって、法案提出に向けて行われた2015年2月の労働政策審議会の建議、答申では、長時間労働についての懸念の意見が述べられていたんではありませんか。どんな意見が付されたのかお答えください。答弁できますか。加藤厚生労働大臣。これ全部読み上げてよろしいですか。かなりちょっと長いことになるんですけれども、裁量労働制の見直しについて労働者代表員の意見。法律要項に対する答申ですよね。ちょっとすみません。塩川君。いや、この話は事前にこの労政審の答申の話でしているところですけれども、書いてあることですから読み上げますけれども、労働者代表委員から企画業務型裁量労働制の対象業務に新たな類型を追加することについて、みなし労働時間制のもとに長時間労働に対する抑止力が作用せず、その結果長時間労働となる恐れが高まる労働者の範囲が拡大することとなるから認められないとの意見があった。これが労政審の答申の中身であります。で、労働者代表委員は裁量労働制の拡大は長時間労働を招くと厳しく反対をしていたわけであります。まさにそれは裁量労働制の大問題を示していたわけ で、同時にこの審議会の議論を通じて、こういった2015年2月の労政審労働条件分科会の議事録では、労働者代表委員はその決め方についても問題があるということを指摘をしていたわけであります。で、連合の新谷信之委員は、日本に働く雇用労働者5500万人を代表する7人の労働者代表委員を代表して意見を述べるとして、今回の高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の拡大といった
労働時間の規制緩和策はいずれも政府で閣議決定をされた内容だ。しかもその閣議決定の前段で産業競争力会議という政府の委員と民間議員、経営者の代表で構成され、労働者の代表が一人も入っていない会議体の中で政策の基本的な枠組みを議論し、それを閣議決定した上でその枠組みに基づいて労政審で議論するというやり方が取られた。このことを厳しく批判をしているわけであります。でそこで総理にお尋ねをいたします。総理が主導をする議長も務める産業競争力会議のような労働者代表がいない場で長時間労働が懸念される裁量労働制拡大の方針が決められ閣議決定される、これは極めて異常なやり方ではありませんか。安倍内閣総理大臣。働く方の健康の確保をですね、大前提に、ワークライフバランスを改善し、子育て、介護など、さまざまな事情を抱える方々が意欲を持って働くことができる社会に変えていく、こうした社会を実現するために、労働時間法制の見直しが急務であると考えています。その中で、裁量労働制の見直しや、高度プロフェッショナル制度の創設に関しては、産業競争力会議において取りまとめられた日本最高戦略ではですね、労働時間法制について労働政策審議会で検討するとされたところであります。これを踏まえまして、労政審においては労使を交えた議論を経て裁量労働制の見直しや高度プロフェッショナル制度の創設の具体的な内容が取りまとめられたところであります。また私自身が議長となり、労働界と産業界のトップと有識者にお集まりをいただいた働き方改革実現会議において、昨年3月28日に働き方改革実行計画を決定したところであります。その中でも、創造性の高い仕事で自律的に働く個人が意欲と能力を最大限に発揮し、自己実現をすることを支援する労働法制が必要であるとされています。さらに昨年7月に、連合の構図会長から私宛にいただいた要請を踏まえて、提出予定の法案では裁量労働制の対象業務を明確化する、高度プロフェッショナル制度の健康確保措置を強化するなど、修正を行うこととしております。このように裁量労働制や高度プロフェッショナル制度については、働く方のご意見を伺いながら検討を進めてきたところでございます。塩川君。先ほど総理は、自民党の議員の答弁で労働組合の役割が重要だということも触れておりましたけれども、労働者代表のいない産業競争力会議が先に決めて閣議決定をして押し付けたというのが、この裁量労働制の拡大の話であります。でそもそも裁量労働制拡大の政策決定過程を振り返ってみれば、第二次安倍政権発足翌月の2013年1月には安倍総理が直ちに設置した組織として産業競争力会議と規制改革会議がありました。いずれも労働者代表は一人も入っておりません。すでに2013年1月の段階で安倍総理は産業競争力会議の議論を踏まえて医療エネルギーとともに雇用を規制改革の重点分野とすることを決めております。それを受けた2013年2月の規制改革会議では規制緩和項目一覧表が提示をされて、その中にすでに企画業務型裁量労働制に係る対象業務、対象労働者の拡大、企画業務型裁量労働制に係る手続きの簡素化が掲げられているわけです。で、これを受けて産業競争力会議がまとめた日本最高戦略2013年で裁量労働制見直しのための調査検討を決めて、で、この日本最高戦略改定2014では裁量労働制拡大の法案提出を決めてしまったわけです。官邸主導で安倍総理のトップダウンで裁量労働制拡大のレールを敷いた、まさに裁量労働制拡大ありきのやり方が行われてきたということです。ですから労政審での裁量労働制拡大を懸念する労働者代表の意見が顧みられなかったというのは、安倍総理が裁量労働制の拡大ありきの閣議決定を行ったからではありませんか。これでは労働者国民の命、
守ることできないんではないんですか。改めてお答えください。総理内閣総大臣。今申し上げました通りですね、確かにこの産業競争力会議において取りまとめられたのでありますが、日本最高戦略はですね、しかし、労働時間法制については労働政策審議会で検討するとこうされているわけであります。だからこそですね、まさに、労政審において労使を交えた議論を経ているわけでございますし、また神津会長からのですね、修正要求にも我々は応じているということは申し上げておきたいとこう思う次第でございます。そして、そうした中においてですね、我々はまさにこの健康確保措置、そしてみなし労働時間とですね、実労働時間の違いに対してはしっかりと対応していくということになっているわけでございます。例えばですね、裁量労働制の対象にならない業務に就かせていた場合などにはですね、みなし労働時間は無効となります。その場合、残業代が不足していれば支払い義務が生じ、罰則の対象にもなりうるものであり、企業には厳格な運用を求めていく考えであります。そうした対応についてもしっかりと行っているわけでございますし、また裁量労働制についてはその対象者には労使委員会が決議した健康確保措置を必ず実施させることとしておりますし、併せて客観的な方法による労働時間の把握を使用者に義務付けることとしているところもあります。塩川君。いろいろ言いましたけれども、健康確保措置っていうのは医師の面接指導でも良いとか、実際に本当に健康担保することができるのか、そういう中身というのも問われているわけであります。で、いろいろ言いましたけれども、日本最高戦略の改定2014年で裁量労働制の新たな枠組みを構築をする、そのために次期通常国会目途に必要な法制上の措置を講ずると枠をはめたから、その枠の中で労政審の答申を出すという方針につながったんじゃありませんか。で、そこに一番の労働者の懸念、長時間労働を拡大する、こういった懸念がまさに総理の方針によってないがしろにされたということが問われているわけであります。全国過労死を考える家族の会の寺西恵美子さんは何と訴えておられるか。裁量労働制は年収要件がないことで若い人がターゲットになります。本当に大変な仕事の中で成果だけ求められ、長時間労働を余儀なくされる。職場でうちはこうだと言われたら一言の反論もなく命令を受けて、それを前提にこなすしかできない。その果てに死人が出る。国民の命を奪う裁量労働制の拡大は絶対に認めません。こういう声を上げておられます。国民の命を奪うことになりかねない裁量労働制拡大のレールを敷いたのは安倍総理自身であります。安倍総理は2014年の5月ロンドンのシティで講演し、規制を打ち破るため自らドリルの刃になる、労働の制度は新しい時代の新しい働き方に合わせ見直しをすると言って、その直後に実施をしたのがこの裁量労働制の拡大だったわけであります。国民の命と健康に関わる労働規制にドリルで穴を開けることなど断じて認めることはできません。ひどいのは、安倍政権は雇用労働政策を決める際にそもそも労働者側の意見に耳を貸さなくてよいと言い出していることであります。規制改革会議の提起を受けて、厚労省内では働き方に関する政策決定プロセス有識者会議を設置をし、基本的課題については必ずしも厚労士同数の三者構成にとらわれない体制で議論を行った方がよい、厚労士同数の三者構成ではなく有識者委員により構成する、課題設定から法案成立までのトータルのスピードを早めるように労働政策の決定プロセスを運用すると報告までまとめています。労政審においても労働者の代表を排除し、政権にとって都合のよい有識者を選んで、政権の意図する雇用規制緩和をスピーディーにやろうというものじゃありませんか。違いますか。加藤厚生労働大臣。この労働問題については本当にさまざまな課題もあります。さまざまな視点からの議論もある、そういった意味で一つの議論をしていただくですね、場所としてそういった指摘といいますか、そういった話が出てきているわけでありまして、ただ委員もご承知のように、この労働法制の見直しなど労働政策に関する重要な事項については、これは当然厚労省3者で構成される労働政策審議会で議論いただく、この基本は変わるものではありません。塩川君。そういう労政審の場で労働者代表を入れなくても議論ができるようにする、
スピーディーに進めていく、こういったことにまさに労働者の命と健康を損なうような問題もスピーディーにやろうという、そういうことが問われているんじゃないでしょうか。労働者側の意見を聞いていると雇用規制緩和が進まないから政権に都合いい人だけで集めて進めようという話であるわけで、総理お尋ねしますけれども、結局経営者側、財界の要求を官邸主導で推進するということになるんじゃありませんか。2013年9月の産業競争力会議で経済同友会代表幹事の長谷川議員は企画業務型裁量労働制の改善を要求をし、榊原経団連会長も企画業務型裁量労働制を使い勝手のいいような形に改革すべきだと要求をしています。日本経団連の提言に企画業務型裁量労働制を拡大する要求があるとおり、安倍総理は経営者側、財界の要求に耳を傾けてトップダウンで労働分野の規制緩和を推進をしている、こういうことになるんじゃありませんか。お答えください。安倍内閣総理大臣。しかし労働時間法制につきましてはですね、先ほど申し上げましたように労政審で議論するということを決めているわけでありまして、そして実際労政審においては労使を交えた議論を経ているところでございます。そしてさらには昨年7月にですね、連合の神津会長から私たちにいただいた要請を踏まえて提出予定のですね、法案では裁量労働制の対象業務を明確化する、コープロ制度の場合はですね、健康確保措置を強化するなどの修正を行うこととしているところでございます。こうしたいわば働く人の立場に立ってですね、我々で法案について修正したり盛り込んでいるところでございます。例えばですね、長時間労働を防止し健康を確保するためにですね、高度プロフェッショナル制度については在社時間等を把握した上で一定以上の休日を取得させるなどの措置、在社時間等が一定以上になった方に対する医師などによる面接指導などのですね、使用者に義務することとしているところでございまして、その上においていわば柔軟な働き方を可能とする法制としていきたいと、このように考えております。塩川君。柔軟な働き方と言いますけれども、裁量労働制っていうのは業務の進め方について労働者の裁量があるかもしれないが、そもそも業務量について裁量がないんですよ。でそこが一番の長時間労働、そして過労死に至るような問題になるわけで、そういった根本の問題抱えている裁量労働制の拡大について労働者側の委員の意見も踏み破って進めてきている、ここに今の安倍政権の姿勢がはっきりと表れています。第二次安倍政権以降、自民党への企業献金が大幅に増加をいたしました。政権で一番世界で一番企業が活動しやすい国づくりといって財界利益を優先して労働者の命と健康をないがしろにすることは許されません。安倍政権が裁量労働制の拡大ありきだから、それに都合のいいデータで答弁を作ったというのがデータ捏造問題の本質であります。データ捏造問題の原因を作ったのは裁量労働制の拡大ありきの改革政策を推進してきた安倍総理自身だと、このことが問われなければならない。中身も決め方も重大な法案の提出はきっぱりと断念することを求めて質問を終わります。